リンゴ湯分けでしょ。これはね、あのいろんなものをめちゃくちゃ自分の自由に結構やれるんで、それだとみんなと合わせる必要があって自由にやります、ね、ただみんな周りが俺について合わせる人がいたらすごいなと思う。これたまたま見ないんだ。この間ね、これ何これっていうのを聞かれたから、これ説明してもいいですか。いいです。一応私にも先生がいたの昔の。いいです。佐藤翔也さんってご存知ですか。もしかしたら名前ぐらいは知ってますよ。あの佐藤翔也さんって私一緒だけど、浅草の人でね、浅草おかみさん会とはいろいろ絡みがあると思うんですけど、あとあの頃の審査員の誰だっけな、あのギター審査員、浅草のジャズのコンテストの審査員って誰だったっけな、あの有名な人ですね。そういう人とかとやってて、あと、その何だ、その人が私しばらく行って指導を受けたんですよ。もうあんた先生いなくていいよ、大事だって言ってくれたんだけど、あんた教えようがねえよって言った意味かもしれない。でも これはほら、なんかわかるでしょ、これ浅草って、浅草の紐。あのお祭りかな、浅草ってありますよね。それのものを使ってからやたら切れないし、これ大切なもんだよって。でこれもあげるから、あげるんじゃない、買ったんだ。でそういうわけでこれをつけて、あの、譲ってもらったんですけど。はい、行こう。はい。ちょうど終わるな。しばらくやってないな。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。僕無責任だけど。いやいやいや。とっとっと。大丈夫ですか。大丈夫です。Thank you.
ー。